大阪市中央卸売市場に並べられているのは大阪港で水揚げされたニタリクジラの生肉。商業捕鯨が禁止されていた時には冷凍ものしか出回っていませんでしたが、2019年から再開、流通が久しく途絶えていた生肉が35年ぶりに大阪にお目見えしました。この日一番の高値がついたのは尾の身と呼ばれる尻尾の部分で、1キロあたり25万円です。早速大阪の百貨店に並んだニタリクジラを求め、開店直後から多くのお客さんが。35年ぶりに生のが出るって聞いたんで、ちょっと懐かしいなぁ思って。生肉は一回もないですね。ちょっと食べてみたいなというのは。果たしてお味は。柔らかくて本当に臭みがない、魚とお肉のいいとこ取りのような味がします。阪急梅田本店では明日も販売されます。